Hello everyone, I'm glad to see you, glad. クイズに正解しなきゃダメだよ。前も会えました。会った？会うわけねえよ、髪型違うもんの時と。前もクイズに正解したら行くよって言って1回しか成功できなくて帰られました。おかしいな、はい、なんで髪型違うのに気づくんだよ龍馬ガツラかぶってんのに。あ、そうなんですか、うん、なんか髪型すごいなって思います。龍馬勝だと思う、見ての通り。うん、まあ、クイズに正解したら行ってやってやる、はい、行ってやるぜ。出身何県だっけあんた。大阪です。大阪ね。大阪の育ち東京です、うん、育ちが東京か。1問目、鳥羽市のバス停が1個もないのは23区中何区だ。都営バスのバス停が1個もないのは23区中何区。何区？清瀬市とか行っちゃダメよ。板橋区。板橋区ね、中板橋っていう、中板橋駅入り口っていうバス停あります。初めて知った王子からあの新宿駅西口行きに乗ると通ります。2問目、はい、昭和55年から57年の夏の甲子園の東東京代表は何高校だ。知らない。あれですか、PL。なんで東東京代表って俺言ったぞ。東東京昭和55年から57年の東東京代表の高校は何高校だ。夏の甲子園、俺東東京って言ったのになんでんな。国士館それ西東京、国士館って町田市だもん。町田市にあるんだよ。あ、そっか、町田か。国士館は町田市にあるんだよ。東ってでも東京ですよね。あ、なるほど、分かった。う、うん、あれですよね、新宿の方ってことですよね。だから中野より東側、堀越は西東京代表になるの。甲子園出たことあるけど、堀越は西東京代表になるの。西東京になるんですか。じゃあ東東京代表はどこでしょう。昭和55年から57年の夏の駒場。そんなこと知らないし、不正解だからわかんないです。難しい。正解は早稲田実業高校でした。あ、早稲田なんです。ただし、現在早稲田実業高校は国分寺市に移転したため、出るとしたら西東京代表になります。へえ、ちょっと違うんだ。ではその時の早稲田実業高校のピッチャーの名前をフルネームで答えよ。知らない。野球知らない。ちなみにそのピッチャーがいたから松坂大輔って名前になったんです。松坂大輔なわけねえだろ。名字はちげえよ。大輔は大輔でも名字が違うに決まって。違う。え、じゃあ最初の文字。教えない前回もそれでしたよなんだっけな、豊か。それでもって大輔って、松坂大輔の大輔はそのピッチャーから取ってんだ。早稲田実業の佐藤大輔。違います。荒木大輔でした。ヤクルトスワローズに所属してました。プロ行った時はヤクルトスワローズの選手で、西武ライオンズの投手コーチなどを経て現在はファイターズの投手コーチです。全問不正解だったので失格です、はい、今回も無事全問不正解で失格です。ハロウィンということなので、今回もまたデオマカツラをかぶってやります。和服を着たいのですが、和服を着るにはちょっと寒いので、顔の部分のみカツラをかぶっております。ご視聴いただきましてありがとうございました。ハッピーハロウィン。 I am Rev4 Thank you。